その時に初めて優秀館に行ったんですけれども、その時に初めて戦争に行った方の遺書や思いが綴ってある資料を見て涙が出てきたんです。それでそのことについて私は小学校で何も教わってなかったなと気がついたんです。教科書にもあまりそういうことは載ってなかったし、日本の歴史だけじゃないかもしれないんですけど、世界の歴史を学んでもやっぱりその時代に生きた人にしか分からない歴史っていうのがあると思うんです。絶対にその状況にならなきゃ。
60数年前、日本はアメリカをはじめ世界110数国を相手に大戦争をした。しかし、その戦争は国家国民の安全と平和を守るため、アジアの安定を築くため、世界の平和を恋願ったものであることに間違いなかった。戦場に出ていった将兵は皆同じ考えであり、力の限り彼らは戦った。だが、こと志と違い、戦いに敗れたことで日本の掲げた理想は実ることはなかった。日本は敗れたままでいる。平和を享受する現代日本から遠く離れた異国には、いまだ収集されない将兵の遺骨が山野に埋もれている。いつになったら日本は戦いに散った将兵を温かく迎えてくれるのだろうか。全国民が祈りを捧げてくれるのだろうか。靖国神社に祀られる246万6千夜柱の英霊は、いまだ侵略戦争の汚名を着せられたままでいる。かつて南方の島々で戦った日本軍に援軍は来なかった。ならば、今から援軍を送る。日本を変える援軍を送る。あなた方の真実を、痛みを、私たちは伝えていきます。